宮城や福島で最大震度6強を観測した地震で脱線し、一部区間で運休していた東北新幹線が、今日およそ1ヶ月ぶりに全線で運行を再開しました。東北新幹線は3月16日に発生した地震で、やまびこ223号が脱線し、広い範囲で運休していました。今日全線で運行を再開しましたが、当面の間は本数を8割から9割に減らして運行します。また、郡山と一ノ関の間は減速して走るため、所要時間は東京から仙台までおよそ30分、盛岡までおよそ1時間それぞれ長くなります。通常ダイヤに戻るのはゴールデンウィーク後になる見通しだということです。夜行バスだと6時間もかかるんで、本当今日再開してもらってよかったです。やっぱり早いから便利ですよね。いろんな地域の人々が東北に来てくださって、東北のいとことかおいしいもの食べてもらったりできるといいなとは思いますけれども。